り、ここにも獣疫ハウンドがいたぞ。私に任せてください。はっくんはっやっはっくんそっやっせたってさばきのイカヅチやっさっせやっせはっくんせかっくんせせやっはっふんふんせた見切りました。はっしって無我の境地。はっあれ A の様子なんかおかしくないか。どうしてそのようなことを聞くのでしょう。普段ならもっと手際よく刀を抜いてシャキーンって一瞬で切り伏せるだろう。心配はいりません。私はただ力を温存しておきたいだけです。事前にある程度の情報を得てはいますが、いつ不測の事態が起こってもおかしくはありません。ですから最善の準備をしておかなければならないのです。もしより強大な魔獣があたりに潜んでいたら、それに対応できるだけの力が必要になりますから。おお、さすが百戦錬磨の大将軍。この木の根は深い傷を負っているみたいだ。このことをシャブ行の人に伝えないと。あれ、また光り出したぞ。あなたは古山。ん？将軍様、遠方の戦場へとお出向きになられたのでは。どうしてまたお帰りに。遠方の戦場？これも500年前の出来事なのか。私から紹介しましょう。この者は古山。かねてより私に付き従っていた茶人です。古山は目が見えませんが、常人をはるかに超える神秘を備えています。彼が入れたお茶は稲妻でも一二を争うものなんですよ。そんな恐れ多い。これはただ将軍様にずっと付き従って得得した特技に過ぎませんよ。ところでお客人をお連れのようですが、このような状況ではおそらく皆さんにまともなお茶をお出しすることはできません。それでもよろしければこちらに座ってしばらく。何せ外はもう大混乱ですので。なあオイラたちどうしたらいいんだろう。そうなんだよ、外はもう猛獣だらけで真っ暗なんだ。それに怪我人もいっぱいいて。そうですか。もうここまで攻めてきたのですね。付近の住民はもうほとんど逃げました。彼らはこの老骨も連れて行こうとしましたが、私は意味がないと思いここに残ったのです。将軍様がいらっしゃるのですから、私が逃げる理由などありません。それにもしこれが将軍様ですらどうしようもないことだったとしたら、一体どこに逃げればいいというのでしょう。逃げるのは生き延びるため。行きたいと思うのはまだやり遂げていないことがあるため。しかし私にはあいにくそのような考えがありません。後悔や心残りもないのです。将軍様がお茶をたしなむとき、いつも無双のことを私に話してくださいました。その話を聞いていると、たとえ長いこと光を失っていた私でも、稲妻の最も美しい山々や海を旅しているような気分になれたのです。時が経つにつれ、私は将軍様のロマンと夢のある考えを理解するようになりました。
いつも言っていましたよ。美しきものは時の流れとともに変化し消えてゆく。だからこそ人生において悔いのないよう楽しまなければならないと。それって、私はすでに無数の美しき物事を見てきました。たとえ最悪の今であっても何の不満もありません。それも間違ってはいません。あと少しすれば私も将軍様にお別れを告げる時が来るでしょう。この災難の後、将軍様の再建した稲妻を見れないのは本当に残念で仕方ありません。しかしそれでもいいのです。皆稲妻が闇に包まれたと言っていますが、私の目には稲妻はずっと真っ暗だったんですから。災難が過ぎれば神聖が来たるもの。たとえ私がその時まで生きながらえたとしても、ただの風情のわからぬ盲目の老人。やはりこれ以上はやめておきましょう。おや、これはいけない。自分の話ばかりしてお茶を出してもいませんでした。将軍様がいらっしゃったというのにお茶すら用意できていないとは、なんと失敬なことを。少々お待ちを。今すぐ。おや、茶道具はどこに。もしや他の者がここを離れようとした時、どこかにぶつけて割ってしまったのでしょうか。確かに茶道具はどこにもなさそうだな。やはりありませんか。いつもはすぐそばに置いてあるはずなんですが。いやはや、将軍様と客人方にお恥ずかしいところを見せてしまいました。いえいえ、客人に取りに行かせるなんてあまりにも礼儀を欠いてしまっております。問題ありません。あなたはここで休んでいてください。私たちがすぐに取ってきますので。将軍様は直々に行かれるのですか。なりません。そんな恐れ多いこと。それに外の戦況も。この場所は複雑で、あなたの記憶にある茶屋とは大きく異なります。私たちに任せてください。わかりました。まさか将軍様に茶道具を用意してもらう日が訪れるとは。最後の後悔と言いますか、最後の幸運と言いますか、まったく。どこに行けば茶道具が見つかるんだろうな。お茶は飲めなくてもいいけど、あの優しいおじいちゃんが500年前にいろんな悲しい目にあったと思うと胸が痛いな。私も彼の入れたお茶が恋しくなってきました。そうだ、上里屋敷に行こう。あそこならきっと茶道具を借りれるはずだ。目が見えなくなってからは生活もいろいろと大変でしたが、それでも私は立派な茶道家をやってきたつもりです。恐れ入りますが、どうかお願いします。